目視録第1回イントロダクション聖書箇所は2箇所あります。最初にヨハネの目視録1章3節この予言の言葉を朗読する者と、それを聞いてそこに書かれていることを心に留める人々は幸いである。時が近づいているからである。続いて目視録22章7節見よ 私はすぐに来るこの書の預言の言葉を固く守るものは幸いであるはい、皆さんおはようございますいよいよ今日から目視録の学びが始まりますえ今日は第一回目本文に入る前にまずイントロダクションで目視録を正しく 解釈するために必要な情報を今回は皆さんにお分かちしたいと思っています。さあ一般的に目視録は難解な書だと考えられています。つまり難しいっていうことですね。私はクリスチャンになったのは大学三年生ですが、大学三年生四年生と大学の中の学生たちの伝道団体。 KGK といいうグループに所属していましたそしてその集まりに行くと同じ大学の先輩たちあるいはクリスチャン歴の長い友人がこういうわけですね黙示録は難しいんだ黙示録っていうのは黙示文学っていう文学形式の一つなんだ旧約聖書ではダニエル書が黙示文学なんだだから難しいんだ 聞いててわかんんないんです、ね、<laughs> で、目視文学だからどう解釈したらいいの?」「いやそのまま解釈しちゃダメなんだ」とにかく「目視文学」なんだからつまりねどう解釈していいか分かんないあるいはいろんな人がいろんなことを言ってるのが当然だっていうようなそういう雰囲気があって全く要領が得なかったんですね。でなぜ 目視力が難しいのかとちょっと考えてみますと、まあ、一つの原因は表現がですね非常に象徴的言葉が多いわけですね。まあ、英語ではね「symbolism」って何かをこう象徴している言葉が非常に多いわけですね。だからその象徴が何を意味しているのかを理解しないとわからないということ。二つ目に さままざな解釈が存在します本当に黙示録に関してはさまざまな解釈が存在します。で皆さんが黙示録を学びたいと思われて例えば仲介書を買おうと言って本屋さんに行きます。まあほぼどの仲介書を手に入れたかで。 あなたは著者の影響を受けてその枠にはまってしまいますですから仲介書を選ぶ選び方自体がもう致命的な結果をもたらすということを知らなければなりませんでおそらく3冊中仲介書を買えば3種類の解釈が出てくると思いますねでそういう様々な解釈があると僕らはどう考えるかというと 結局のところ本当のことは誰にもわからないんだそういう本なんだというところでなんとなく折り合いをつけているわけですね。牧師伝道者目視録を語ることの重要性は十分理解しているわけですところがいまいち自信がないからもうちょっと先に行ってからと思って気がつけば20年経ってるというなのが実は 現状ではないかなと思うんですねですから教会で目視録のメッセージを体系的に聞くということは本当に稀なわけですところが今回イントロダクションで申し上げたいのは皆さん目視録は一般に考えられてるほど難しい本ではありませんよという話をこれからしたいと思ってるんですでどうすれば 目視録が難しくなくななるのかまず最初は象徴的言葉を解釈するその解釈法を確立するということです。一つの解釈法を確立したら象徴的言葉が出てきたときにそれをどう理解したらいいかというのは分かってきます。二つ目に解釈がさまざまあると言いましたがそれはなぜかというと目視録に 近づくときの近づき方。まあ、よく英語でアプローチという言葉を使いますね。アプローチの仕方が大きく分けると4種類あるんです。ですから、この著者はどのアプローチに基づいて解説しているからこういう結論が出てくるんだということを理解することです。その4種類の アプローチの内容を理解してそしてまず自分が最も聖書的で最も論理的で信頼できるというアプローチを見つけてそのアプローチを採用するということです。で今回は本文の解説に入る前にまず目視録を理解するために必要な情報を約1時間かけて 皆さんにご紹介したいと思っています。さあ今日のアウトラインをご覧ください。今日は大きく分けて2つ申し上げます。1番目、ご一緒に著者と受け取り人。はい。目視録は誰が書いて受け取り人は誰なのか。つまり誰を想定してヨハネがこれを書いたかということです。2番目、解釈のための4つのアプローチ。はい。この4つ、 ご紹介しますから、皆さんはその中から、私がこれがいいと思うよというものが本当にそうだと思われたら、その枠組みを採用して目視録の解釈を始めてくださると、とってもわかりやすくなると思います。そして今日の話の結論、着手点です。目視録を学ぶ目的、これを思いつくままにいくつか挙げたいと思います。 今日は目視録から2箇所読んでいただきました2箇所それが今日イントロダクションのところで取り上げたい内容を含んでいる聖句なんですそのことは後でもう一度ご一緒に朗読して確認をしたいと思いますではアウトラインもう一度見てみましょうアウトラインはいどうぞ著者と受け取り人2番目解釈のための4つのアプローチ このアウトラインに沿って目視録のイントロダクションについてこれからご一緒に学んでいきたいと思いますではイントロダクション終わりましたから本論に入りますね準備よろしいですかはいじゃあいくよ「Are you ready?Yes we are」はい OK です1番目著者と受け取り人ですはい著者は誰ですか ヨハネどのヨハネですか使徒ヨハネなぜわかるんですか書いてある <laughs> 大変結構ですねなぜこういう質問しているかというと使徒ヨハネだと思わない学者がワンサーがいるからです だから黙示録が様々な解釈が出てくるわけです。そこでまず私たちは使徒ヨハネが書いたんだということを確認したいと思います。二つ証拠を確認しましょう。一つは内的証拠。二つ目は外的証拠ですね。内的証拠っていうのはヨハネの黙示録自身がどう証言しているかということです。見てみましょう。 目視録の一章一節ご一緒に読んでください,、はい。イエス・キリストの目視これはすぐに起こるはずのことをそのしもべたちに示すため神がキリストにお当たりになったものであるそしてキリストはその見使いを使わしてこれをしもべ・ヨハネにお告げになった、はい。誰に告げたって出てますか。ヨハネ、しもべ・ヨハネ。 となってますこれは使徒ヨハネのことです1章の4節はい。ヨハネからアジアにある7つの教会へ今今し昔今し後に来られる方からまたその御座の前におられる7つの御霊からはい。誰からですかヨハネからと書いてますこれが先ほど出てきたしもべ ヨハネです。次、一章の9節はい。私、ヨハネは、あなた方の兄弟であり、あなた方と共に、イエスにある苦難と、三国と忍耐とに預かっているものであって、神の言葉とイエスの証とのゆえに、パトモスという姉妹にいた。はい。誰が書いてるんですか私、ヨハネ。だから、 内的証拠っていうのはヨハネが「しもべヨハネと書き」ヨハネと書き「私ヨハネ」と書いているですから黙示録自身の証言はこれは使徒ヨハネが書いたんだというふうに証言しているわけです。外的証拠っていうのは聖書以外の資料がヨハネだと言っているかどうかですがこれは少し強 教会の歴史を振りり返る必要があります紀元2世紀から3世紀にかけて登場した教会の指導者たちは黙示録がヨハネの作だということを認めています。ですから一番初期の人たちがヨハネ著作説を認めているわけですね。今から相当有名な人の名前4人挙げます。ただ 教会史の学びに不慣れな方にとっては新しい情報ばかりかもしれません。なるべくわかりやすく簡単にお話をします。この4人は、目視録がヨハネの作品だと認めている人たちです。最初に取り上げるのは、殉教者ユスティノスという人です。殉教者ユスティノス。時代的には彼が一番早いです。 100年からら165年ぐらいに活躍した人です彼は特別な職責についていたわけではないんですいわゆる巡回伝道者同時にキリスト教の御教者です御教者っていうのは守るっていう人と教え御教キリスト教の神学キリスト教の教えを異端的なものから守る働きをした人です。彼は 最後は殉教の死を遂げますから、殉教者ユスティノスっていうわけです。彼が一番有名なのは、その著作のゆえですね。彼の書いた本で、ユダヤ人トリュフォンとの対話。ユダヤ人トリュフォンとの対話って本があるんです。ユダヤ人と対話しながら、ユダヤ人がこういう質問をするんです。イエス・キリストをメシアだと信じたユダヤ人が、 依然としててユダヤ教のの伝統を守った場合にその人は救われているかという質問をするんですそうするとユスティノスはこう答えるわけですね。それはイエス・キリストを信じたらユダヤ的なものは捨てなければ教会に受け入れることは難しいだろうあるいはクリスチャンたちは受け入れないだろうと言っているわけですね。 この本はユスティノスの聖書解釈を示す著作なんですで。その中で彼はキリスト教師の中で一番最初に出てきた反ユダヤ的神学を反映しています。ユダヤ人がイエスキリストを信じたら次はユダヤ人であることを放棄しなきゃ救われないという理屈が出始めているわけです、ね。それは間違ってるんです。ただ、殉教者ユスティノスは ヨハネの目視録がヨハネの作品だということは認めたんです。二番目、エイレナイオス、エイレナイオス、彼は紀元二世紀に二世紀の初頭から半ばにかけて活躍したキリスト教の 理論家つまり神学者ですね彼もまあ五教的な活動をしてますリオンフランスのリオンですねリオンの司祭になりましたエイレナイオスの素晴らしいところは彼は三国の予言を比喩的に解釈することに警告を発してますつまり三国の予言っていうのは文字通りに解釈しなければいけない これを比喩的に解釈したら聖書のメッセージはバラバラになっちゃうと言って強く比喩的解釈を非難していますですから今私たちが聖書を学ぼうとしている方法論とよく似ているわけですねこれがエイレナイオスで教会史の中では大変有名な方です彼もまたヨハネが目視録を書いたと認めています3番目が アレキサンドリアのクレメンス。アレキサンドリアのクレメンス。さあ、ここで皆さんに一つヒントを与えておきますが、ヒントっていうか警告っていいますか。今後、さまざまな進学的学びが、ハーベスタイムが出版する出版物で出てくると思いますが、その中でアレキサンドリアという言葉が出てきたら、 黄色の信号がっったと思ってくださいアレキサンドリアこれは北アフリカの町ですねアレキサンドリアオリゲネスこういう名前が出てきたら黄色の信号ですよこのアレキサンドリアのクレメンスっていうのは彼も2世紀に活躍したんですが 初期キリスト教を代表する神学者ですで彼はギリシャ教父教父っていうのは教える父ギリシャ教父と呼ばれる一軍の神学者がいるんだけどそのうちの一人ですつまりギリシャ語で神学を論じてる人だっていうことですねで彼はギリシャ出身なんですがアレクサンドリアで活躍するんですでアレクサンドリアで生まれた神学が 新神学と言います。新しい神学と書いて新神学。これはアレクサンドリア学派と言われるグループで、その代表格がオリゲネスです。オリゲネスです。オリゲネス、アレクサンドリア学派と出てくると、聖書の比喩的解釈で超有名です。今 聖書を比喩的に解釈して読むのが習わしになっている教会あるいは牧師神学者たちは自分たちがなぜ聖書を比喩的に読むようになったのかというルーツを探る必要があるそのルーツはアレキサンドリア学派の神学になります でこのアレクサンダリアのクレメンスとさっき言った2番目に言ったエイレナイオスは聖書解釈においては立場が全く異なりますよ。でもアレクサンドリアのクレメンスも「黙示録の著者はヨハネだ」ということは認めてるんです。ヨハネ著作説を認めてます。4番目これで終わりますよ。4番目がテルトリアヌス。 テルトリアヌスこの人は紀元160年から220年頃に活躍した神学者です。ほら徐々に時代が下ってきているでしょう。この時代の人たちは直接人たちから教えを受けた人の弟子あるいはその弟子なんです。ですから人たちの影響がまだ燃えている時にその伝承伝統を受け継いで クリシャンになっている人たちですテルトリアヌスは彼は今度はギリシャ語じゃないラテン語で論じる人だからラテン恐怖という系統に属する最初の人物です。でテルトリアヌスっていうのは大変頭のシャープな方で特に彼の功績は異教ユダヤ教 異端的キリスト教に対して正当的な信仰を弁明する働きに障害を下げました私たちはテルトリアヌスの大きな祝福を受けてますね。大きな貢献を受けてます例えば聖書の神様は唯一であり同時に 三つの威嚇からなっているお方だそれを何と言いますか専門的に三味一体っていうでしょう聖書のどこにも書いてないんじゃない三味一体という言葉でも概念はあるわけその言葉を作ったのは誰かというとテルトリアヌスですこれは異端的な教えが出てこなかったらその言葉は誕生しなかったんです だから異端との戦いの中でこういう言葉が出てきたわけです。あるいは「威嚇」っていう言葉あるでしょ ?3 つの威嚇において存在する「威嚇」「ペルソナ」ってこの「威嚇」っていう言葉もテルトリアヌスが作り出した言葉ですね。ですから私たちはその恩恵によくしている大変立派な学者です。このテルトリアヌスも 著者はヨハネだと言っていますさあ整理してみましょう4人名前を挙げました1番目が誰でした純教者ユスティノス2番目がエイレナイオス3番目がアレキサンドリアのクレメンス4番目がテルトリアヌスこの人たちがヨハネの著作説を支持していますこれが外的証拠です さあヨハネは一章の9節を見るとこの時にどこにいたかまずヨハネはイエス・キリストを伝えたあるいはキリストの福音を伝えたことで有罪になったんですねこれが神の言葉とイエスの証とのゆえにという意味ですねイエス・キリストの福音を伝えたために彼は有罪となったで どこにいたんですかパトモスという島にいたんですね。この島でヨハネは啓示を受け取ったわけです。日本では島流しっていうとすぐにどこを思い出しますか大きな声で佐渡。佐渡島と八丈島。 でこれがパトモス島なんだよだから島流しによってこれ日本的に文脈化して読むとヨハネ私ヨハネは福音を伝えたために八丈島に流されたんですというこういう読み方になるわけですねパトモス島ってのは英月海の島です今は美しいまた観光客がたくさん行く島ですが当時は 島島流しになった島ですそしてここでヨハネは刑事を受け取ったんですだから聖書の中の非常に重要な書簡この黙示録も含めて多くのものが獄中であるいは囚われの身にあって書かれてるということは非常に興味深い事実ですでこの書が書かれたのは紀元 95年頃です紀元95年頃ですさあヨハネがこの手紙を書いたんだけど今度は2番目の受け取り人が誰,だか誰であったかということを見てみましょう受け取り人はアジアにある7つの教会 アジアって言うと普通日本は含まれますか含まれませんかアジア,アジアっていうと含まれる含まれない普通普通は今アジアって言うと含まれる含まれる日本はアジアの一部ですか一部だよねここでアジアって言った場合はローマ時代のアジア州のことです だから今のアジアとは少し違う範囲がもっと狭いわけですね。アジアにある7つの教会なんだけどそれが手紙の受け取り手です。さあ紀元95年ぐらいに書かれたということはイエス・キリストが十字架にかかり復活し昇天してから約何年後ですか ?60? 五年後です。約六十五年後です。ご自分の生涯を振り返ってごらん。六十五年前に。誕生してましたか。ここは手を挙げなくていいですよ。六十五年前っていうと日本は。戦後。ちょうど復興期に入ってる頃だよね。で。 戦争の体験がある人はもう二度と戦争しちゃいけないっていうのはもう実感としてこもってるじゃないちょっとこれだけ聞いてみよう <laughs> 戦争の時の経験があってそれはまだ記憶に残ってるっていう人どれぐらいいらっしゃるははいありがとうございますもういらっしゃるんだ 僕らは若いからね戦後生まれそんなに若くもないんだけど要するにたった数年違うだけで戦争を知らない世代に入ってるわけだよね今政治家でも戦争を知らない世代が圧倒的に多いわけだよねだから戦争しちゃいけないっていうことは分かってるんだけど体で覚えてるのと知的に理解してるのとは大違いだねだから日本のこれからの政治を考えなきゃいけない とということなんですけど約95年ぐらいに書かれて65年経ってるわけ。ということはイエス・キリストのご生涯や十字架や復活をあるいは聖霊降臨と教会誕生を見聞きして体験した世代がいなくなって次の知らない世代の時代なんです。 これがね、目視録を理解するときのとっても重要な鍵なんですね。つまり、この時代のクリスチャンたちはほとんどが第二世代なんです。第二世代の信者たちで、しかも、ローマ帝国による迫害がますますきつくなってきてるんです。きっと、第一世代の場合と感じ方は違ったと思うね。第一世代は、 イエスキリストの十字架や復活を目撃している体験している世代であるいは少なくとも体験した人から直接話を聞いている世代で「地上障害においては苦しみがあるしかし勇敢でありなさい私はすでに世に勝ったのだ」というような言葉がまさに自分の「地となり肉となっている世代です」。れれはは第二世代は聞かされてはいるけれどもやっぱり やっぱり迫害が来ると本当にこれが正しい道なのかどうかもういな命を救うために廃墟した方がいいんじゃないかという気持ちが起きてきてもおかしくない世代ですその世代に対してヨハネは意図的にこの手紙を書いているわけです迫害の手が どどんどんきつくなっているすでに迫害家にあって殉教の死を遂げた者も,も出ていたわけです。黙示録2章の13節はいご一緒に「私はあなたの住んでいるところを知っているそこにはサタンの王座があるしかしあなたは私の名を固く保って私の忠実な証人アンテパスがサタンの住むあなた方のところで殺された時でも 私に対する信仰を捨てなかった、はい、この中では忠実な信者であるアンティパスが殉教の死を遂げたというふうに言われているわけですですからすでに殉教の死を遂げる者が現れ始めている著者はヨハネです受け取り人は迫害に遭っていた第二世代のクリスチャンたちですそして 彼らを励ますためにヨハネはこの書を書いてますつまりヨハネの目視録っていうのは1番目に忍耐をもって迫害を耐えしのぶようにという勧めです2番目に目視録は終わりの日には悪は必ず滅ぼされるという予言ですそれが忍耐をもって耐えしのべという励ましの根拠になってます 忍耐をもって耐え忍びなさい。なぜなら終わりの日には神はこのような計画を持っておられて必ず善が勝つんだからという内容これが黙示録です。さあではメッセージの後半に行きましょう。黙示録を解釈するための4つのアプローチを今からお話をしたいと思います。 目白解釈のののための4つのアプローチ。アウトラインちょっと見せてくれますかはいえー、ごめんなさいこのアウトラインないかな解釈のための4つのアプローチのはいこれこれ、はい、今ね、あのー、4つのアプローチの始めにっていうんで全体の話をしてそれから4つ取り上げますね。 念のためににこれを声に出して読んでください1番目歴史主義的アプローチ2番目比喩的アプローチ3番目予言規制的アプローチ4番目未来的アプローチこの4つを取り上げますからこれ1つずつ取り上げていきますからノート追っつかない方は1つずつ出てきたら書かれたらいいと思います。この4つのこののつとを説明する前に もう少し一般的な話をしておきましょう冒頭に目白区に関しては様々な解釈が提唱されてきたって話をしましたある人たちは目白区っていうのは人間の作品の寄せ集めだと思ってますだからヨハネが書いたんじゃないっていうような説も出てくるわけですねもしね目白区が人間の作品の寄せ集めだとするならば 混乱をもたらすだけですこの書は読んでもわからないもん一貫性がないってことになるでしょうけれどももし目標区が神の霊感を受けて書かれた神の啓示の書だとすると私たちは人知では計り知ることのできない未来の出来事に関する情報また永遠の世界に関する情報を得たことになるんです人間がいくら 黙想して悟りを開いたって歴史の終わりがどうなるかなんて見抜けるはずがないんですでも神様が教えてくださるならばそれは情報として私たちのものになるということですなぜ目視録を開いて熱心に学ばないんですか目視録の学びの中にはすごい宝が隠されているわけですそれは 歴史の終わりがどうなるかっていうことが明確に予言されているわけです。そこで私たちの前提、少なくとも私自身が黙示録を解説するときの前提ですが、黙示録は啓示を受けて書かれた、あるいは霊感を受けて書かれた神の啓示の書である。この立場を私は取っています。 どうですか皆さん同意されますかもう一度ね「黙示録」は神の霊感を受けて書かれた神の啓示の書である。2番目「聖書」の他の書と同じように「黙示録」も時義通りに解釈する必要がある。ですから私はここで比喩的解釈を排除してるんです。 時期通りに解釈する辞儀通りの解釈っていうのはどういうことかっていうと著者の意図を探り当てる作業をするっていうことですだから著者が意図したことは何かを探してその通りに読んでいくっていうことです3つ目は目視録に出てくる言葉遣いや象徴は他の聖書箇所での使用法に照らして その意味を判断する必要があるということです。例えば目、目視録に星っていう言葉が出てきたら、それは天体に輝いている星か、あるいは何か象徴しているものかどっちかだよ。文脈で、ここで空に輝いている星なんか出てくるはずがないということが明らかになったら、それは象徴的言葉だよ。じゃあ 他の聖書の箇所で星がどのように象徴的に使われているかということによって星が何であるかということを判断しなければいけません。そういうふうに象徴的言葉黙示録の言葉遣いは他の聖書箇所で判断する。聖書が聖書を解釈するんだっていうこと。今3つ言ったね黙示録は霊感を受けた神の言葉だ。それから黙示録は時期通りに解釈する必要がある。 そして目視録の象徴的言葉は聖書の他の箇所と照らし合わせて解釈する必要があるこれが3つの前提なんです。でこれを総合して言うと結局私たちはあるいは私はこういう立場に基づいて解説しようとしているすごい進学用語出てきますから身構えてね私たちはあるいは私は ディスペンセーショナリズムに基づいて千年期前再臨説に基づいて観難期前恵虚説に基づいて目視録を解説しますと言ってるんです。<laughs> もう一回言うよ。<laughs> 今言った辞儀通りの解釈そして聖書が聖書を解釈するという前提に立てば立場は明らかなんです。ディスペンセーショナリズムですよ。そして観難期 ごめんなさい千年期前再臨説ですつまり再臨があってから千年王国があるんだよという立場観覧期前景挙説教会は景挙されてそれから観覧が来るんだよということその立場で黙示録を解説するということ逆に言うと時期通りに読めばその立場しかなくなってくるよということですそういうふうに明確に自らのアプローチを規定したとしてもまだ 解釈上の問題は残るわけですねそこで今から教会史上提唱されてきた4つのアプローチを一つ一つ取り上げたいと思いますさあ1番目読んでください「歴史主義的アプローチ」これはどういう意味か内容はね目視録の内容っていうのは紀元1世紀教会が誕生してから メシアの再臨に至るまでの教会史の予言的パノラマであるつまり教会の歴史がどうなっていくかを黙示録は予言的に語ってるんだというのが歴史主義的アプローチですもう一度言うと教会史の流れと黙示録の予言等がオーバーラップしてるっていうんです。だから目視録を学べば 教会史ががどううなっってていくかが分かるって言うんですねこのアプローチが誕生したのが紀元4世紀です。ですからこういう読み方は紀元2世紀の初期のキリスト教にはなかった初期のキリスト教会にはなかったんですね。4世紀に歴史主義的アプローチが誕生した理由は何かというと当時の教会が置かれていた状況と 聖書予言の間に相関関係があると見た学者がこの説を提唱したわけですどうも教会の歴史は目示録の予言と似てるなぁと思ってこういう説を提供したわけですねこの説はその後支持する人がたくさん起こりましたまあ中世では有名な人はフィオーレのヨアキムっていう人がいるんですフィオーレのヨアキム この方は12世紀から13世紀にかけて初頭にかけて活躍した人で何によって知られているかというと彼は歴史を3つの時代に区分した人なんです父なる神の時代巫女の時代精霊の時代この3区分をしてそして歴史を見ていく聖書の歴史を見ていくということを提案した人ですこの人が 歴史主義的アプローチを採用しています時代が下るとこれは私たちも関係がある宗教改革者たちもこの説を支持しています宗教改革者たちの目白録解説メッセージを見ると歴史主義的アプローチですこういう話を聞いたことはないですかカトリックの方が実は反キリストなんだ聞いたことある 黙示録のセミナーなんかしますとね必ず1人か2人質問に来ますね。法王は反キリストなんですかこういう説はまことしやかに語られてますね。これはプロテスタントの宗教改革者たちの中から起こってきた説なんです。その根拠はどこにあるかというと黙示録13章です。黙示録13章で2匹の獣が出てくるんです。1頭は海から出てきます。 もう1頭は地中から出てきます海から出てきた獣はこれあんまり詳しく今知らなくていいよ13章に入ったら説明しますから角が10本あって顔が7つあるんですそれから地中から出てきたのは子羊のような2本の角を持ってるんですこれは偽預言者です。ですから「反キリスト」と「偽預言者」が現れる。 というの目13章なんでこれはねいいですかいつ起こるかというと大観覧時代に起こる文脈上は今まだ大観覧時代に入ってないんだもん入ってないのになぜ法王反キリストというのかそれは歴史主義的アプローチに立っているからですでこのアプローチがおかしいっていうのは今言っただけで皆さん分かると思うんだけど 聖書の他の箇所特に予言箇所あるいは目視録の予言を見ると明らかにこの説が間違っていると弱点が見えてきます。なぜかというと将来の出来事を指し示しているんであって今の教会時代の話じゃないんです。例えば急いで聖句言いますからノートつけている方ちょっと煩雑ですけど書いてみてください。ダニエル書9章の25から27。 マタイ十四章25章テサロニケ第2二章一から十二、テサロニケ第22章1から12テトス2章13から14こういった予言箇所は将来の出来事を指し示していますそれを総合すると次何が起こるかというと 大観覧時代が起こり、反キリストが登場し、それからメシアの再臨があり、それから千年王国があり、次に白いミザの裁きがあり、永遠の父へと続く。もう一回言うよ。大観覧時代、反キリストの登場、再臨、千年王国、白いミザの裁き、永遠の父親と続く。つまり全部未来のことを言っているんです。ですから、歴史主義的アプローチっていうのは弱点を持っているという。 2つ,つ目が比喩的アプローチですさあ先ほど何ていう言葉が出てきたら黄色の信号だって言いました「アレキサンドリア」という言葉が出てきたらこれは旅行に行く場合の話じゃないよこれは教会史や解釈学を論じる時の話です神学を論じる時の話 で、この比喩的アプローチが生まれた理由はアレキサンドリア神学です。先ほど二人の人を挙げましたアレキサンドリアのクレメンスともう一つはオリゲネス。この人たちが提唱したんです。しかし残念ながらこの神学はギリシャ哲学の影響を受けてます。もうほとんどキリスト教神学がギリシャ哲学に飲み込まれたような状態ですよ。で、基本的考え方は 霊は善、物質は悪とみなす傾向が非常に強いんです。もう一回言うよ。霊は善、物質は悪とみなす傾向が強い。だからこの立場では、千年王国を地上にできる文字通りの一千年間とは認めないんです。認めない理由は何かというと、停留に地上に理想的な 王国がが出るるいいうのは物質が善になな話ででしょうありえんですだからこの立場は本質的に反キリアズムですキリアズムっていうのは千年王国のことで初期の教会では千年王国との言葉の代わりにキリアズムっていう言葉を使っていたんですキリアズムっていうのは初期の教会が持っていた千年王国を信じる信仰ですしかし アレキサンドリア学派はそれを否定して反キリアズムの立場で進学を発展させますそしてこの立場を受け入れた有名な進学者がアウグスチヌスですだからアウグスチヌスの進学を受けて影響を受けて今でも聖書を比喩的に解釈する人がたくさんいるわけです目白くに 一千年という言葉が出てくるこれは大変長いある時間を表現している言葉であって文字通り1,000年のことではないという解説をする人はこの比喩的アプローチの影響を受けているわけです。で比喩的アプローチでは黙示録をどう説明するかというと。 黙示録は今も続いている神と悪魔の戦い善と悪の戦いを象徴的に描写したんだだからこれを文字通りに受け取るとかあるいは予言型でこれを読むということは間違ってるんだというような言い方をするこれが比喩的アプローチですしかしこのアプローチには致命的な欠陥があると思いますなぜかというとこういうね 象徴的に描写してるって善と悪の戦いをねそういったメッセージがなぜ当時苦しんでいた迫害で苦しんでいた生徒たちの慰めになるのか私には分かりません神様は確実にこのようなことをなさるという約束があるから迫害に勝利することができるんでしょうなんとなく抽象的にこういう戦いがあるんだって話では励ましにはならない それから最も致命的なのが目視録に出てくる具体的な数字の意味を解明することはできないんです。例えば42ヶ月ということが出てきますね。見てみよう。42ヶ月。はい、ご一緒に。聖女の外の庭は違法人に与えられている家そのままに差し置きなさい。測ってはいけない。彼らは聖なる都を42ヶ月の間踏みにじる。はい 42ヶ月たら何年ですかこれ3年半だよだから大観南時代の後半の3年半がより厳しいっていう根拠はどこにあるかこの言葉を字通り文字通りに読むからこれがダニエル書の9章と連動してくるわけですあるいは1260日これ見てみよう12章の6節はい。女は荒野に逃げた」ちなみに「 女女いいう言葉は女性が逃げてんじゃないこれ象徴いう言葉イスラエルのことですか女はアラノン逃げたはいそこには1,260日の間彼女を養うために神によって備えられた場所があった。1,260日って何年ですか ?3 年半360日で計算する予言の場合はね。3年半でさっきと同じ42ヶ月と。 目視録に出てくるさまざまな象徴や数字っていうのは将来登場する具体的な人物や出来事を指し示してるんです。そうでなければこれどうやって比喩的に解釈するんですか ?42 か月の比喩的解釈を教えてください。1260日の比喩的解釈を教えてください。具体的に登場する人物や出来事を指し示してるんです。 だからさっき言ったようにそのように読んでいくと比喩的アプローチは崩壊しますそしてこれから起こるのは大観覧時代反キリストの登場メシアの再臨千年王国白い水沢の裁き永遠の秩序というこの一連の流れが明確に見えてくるわけです私たちは比喩的アプローチを採用しません私はこのアレキサンドリア神学オリゲネス アレキサンドリアナ・クレメンス「新神学」と言われるものこういったことを考える時にこういう考え方がそれ以降のキリスト教会にどれほど異教的な影響を与え続けてきたかということそれを思わずにはおれません私たちも日本のクリスチャンもその影響下にあります。例えばどことなく教会の中にある「霊的」という言葉と「肉的」という言葉の違い。 あなた肉的じゃないの <laughs> というと本来の肉的という言葉は自己中心で神を排除して物事を考える性質というよりは何となく肉。このジムでも行って筋肉つけたら肉的になっちゃうような。要するに物質を悪と見るという何となく感じているそういうものはアレキサンドリア神学の影響だよ。 ヘブル的本来の信仰ではないということいつの間に私たちは聖書を比喩的に自分の主観的に思い通りに読むのがいいというふうになっちゃったのいつの間に私たちは聖句を開いて私こう思うそしたらすごい気持ちよくなったからこれでいいわと思うようになったのそれは聖書の読み方としては全然違うでしょう著者の意図を探らない限りは本物の力は生まれてこないということです 次、予言規制的アプローチ。これはね、予言成就型アプローチと言ってもいいんです。これはどういう内容かっていうと、黙示録が予言していることは、紀元70年に全部成就したんだ。だからもう予言なんだけど、成就してる。紀元70年、ローマのティトス将軍とローマ軍がエルサレムを滅ぼし、神殿を滅ぼしたときにべて成就した。だから黙示録の予言は将来の出来事じゃなくて、 初代教会の信徒たちにとっての予言であってもう成就してるんだってだけどそんなこと言ってもアプローチこのアプローチは黙示録自身が言っている主張と大きく矛盾してます例えば黙示録は予言っていう言葉予言の言葉っていう言葉をたくさん使ってますね 成就してないんですしかもね黙示録が書かれたのは何年頃だっつった ?95 年。ということは紀元70年よりも後ですよ。その後に書かれてるんです。目視録のの1章の3節はいご一緒に。この予言の言葉を朗読する者とそれを聞いてそこに書かれていることを心に留める人々は幸いである時が近づいているから、はい、予言の言葉って言葉が出てくるでしょ。 22章の7節、はい。見よ、私はすぐに来る。この書の予言の言葉を固く守る者は幸いである。この書の予言の言葉って出てくるでしょ。それ以外に予言って言葉出てくる。例えば、黙示録22の10、22の18から19、予言って言葉は出てきます。ですから、黙示録は予言なんだよ。まだ成就してない。 目白9の18見てこれ大観覧時代の記述ですよはいこれらの3つの災害すなわち彼らの口から出ている火と煙と硫黄とのために人類の3分の1は殺された紀元70年にユダヤ人が100万人ぐらい死んだんですでも人類の3分の1も死んでないだから成就してないのは明らかじゃないだから予言成就型予言規制型アプローチっていうのは違う はい、じゃあ1番目読んでください「歴史主義的アプローチ」これは教会の歴史をパノラマ的に予言しているんだこのアプローチは違う2番目比喩的アプローチこれも違う3番目予言規制的アプローチこれも違う4番目未来的アプローチなったら残ったのは1つだよ。 で私はこの未来的アプローチをを採用して目視録を解説してて録解説いくんですつまり目視録のほとんどは再臨の前に起こる終末時代の出来事の予言ですいつから始まるか4章以降が将来の予言です1章から3章まではその時代のことです4章以降将来です4章から18章大観覧時代 19章、メシアの再臨20章、千年王国、メシア的王国、21章から22章、千年王国から永遠の父への移行です。こんなに分かりやすいんです。もう一回言うよ、4章から18章、大観覧時代、19章、メシアの再臨20章、メシア的王国、千年王国、そして21から22章が千年王国から永遠の父への移行です。まだ起こって、 言ってないんですでも再臨の前にこういったことが起こるんです。未来的アプローチが唯とい録の時期通りの解釈を可能にする方法ですメシアの書輪に関する旧約聖書の予言は100以上ありますけど全部成就したんです。どのように成就したか象徴的に成就したんじゃないよ。文字通り成就したんだよ。 ならば再臨とそこに至るまでの出来事も全て文字通り成就すると信じるというのはこの立場です。そしてもう一言言加えると初期の教会はこの未来的アプローチを採用してキリストの再臨の前に起こるヤコブの苦しみの時を語りその後に来るキリストの再臨を語っていたんです。 ところが黙示録が当時の信者の慰めになるっていうことを疑問視する人もいると思います。なぜこれが書かれてから1900年以上も経つわけだよね。もう2000年近く経つわけで。なんで2000年後の話が当時の人に慰めになるのというふうに思う人がいるかもしれません。けれどもね皆さん聖書の予言っていうのは常にこれから起こることが。 何年先であるかに関係なしに今生きている人に励ましとなるってだだ聖書言の多くが遠い未来のことを、出来事を扱ってます。例えば、旧約聖書におけるメッシア予言。これ遠い未来のことだよ。メッシアが乙女から生まれるっていう話が、なぜ当時のユダヤ人に励ましになるのか。ダニエル書における違法人王国の予言だよ。 違法人王国がどのように展開していくのか。これはダニエル書2章と7章ダニエル2章7章これが当時のバビロン保守にあった人たちへの励ましになったわけだ。ペテロはこう書いてます。第2ペテロ3の10から12で。はい、ご一緒に。しかし、主の日は盗人のようにやってきます。その日には天は大きな響きを立てて消え失せ、 天ののはは焼焼けて崩れれ去り地地といいろろな技は焼き尽くされますこのようにこれらのものは皆崩れ落ちるものだとすればあなた方はどれほど清い生き方をする敬験な人でなければならないことでしょうそのようにして神の日の来るのを待ち望みその日の来るのを早めなければなりません その日が来ればそのために天は燃えて崩れ天の万象は焼け溶けてしまいます。はい。元に帰ってください。はい。主の日は盗人のようにやってくるというのはいつでもやってくる。ペテロはこれ書いて2000年ぐらい経ってるんだけど天や地は焼け崩れてますかまだ崩れてないじゃない。だけどペテロはその日は盗人のように来るっていうの。つまり神の時が来たら速やかに来るっていうということはね これはいつでも起こりうるんです。いいですかいつでも起こりうるんです。神の時が来たら。at any moment です。これ英語で imminent って言葉があるんだけど、今日かもしれない。1分後かもしれない。その1分後かもしれないことに対する希望を持ってるから、今という時を生きることができるわけ。今の私たちにとっては、騎居のタイミングがこれなんだよ。 イミネントで「at any time」なんでイエス・キリストは教会をクリスチャンを天に迎えてくださることはすぐに起こるかもしれないまあ皆さんの多くが来週来ると黙示録の2回目だと思ってるでしょ <laughs> なんで笑ってんの <laughs> 2回目があるってどうしてわかるのよもう これれが最後かもしれないよ。でも必ず何人か来る人はいると思うんだね。<laughs> 今のは冗談だけど僕はそういう人たちのために残ってメッセージを語りつけたいと思う。<laughs> <laughs> いやクリスチャンはこういうことで笑い話にして腹から笑うことができるねそれは本当にそう信じてるからです。いつ 来ててもおかしくないい時代に僕らはいるってことねだからこの未来型アプローチさっきあったね4番目の未来的アプローチこれが正しいんだよでこれがなぜ迫害の中にいる人に励ましとなるのかそれはいつこれが起こってもおかしくないという確信を持つからですさあこれで本論終わりました結論です 目視録を学ぶ目的について見て見みましょう。ここではね簡単に2つ言います1番目読んでくださいこの書を学ぶ者に祝福を約束している唯一の書これは素敵ですね聖書っていうのはどの書を学んでも祝福がありますところが黙示録だけは特にこの書を学んだら祝福があると直接的に約束している唯一の書です今日、 聖書を朗読していただいた一章の三節、二十二章の七節がそれを約束しています。もう一度読みましょう。はい。この予言の言葉を朗読する者と、それを聞いてそこに書かれていることを心に留める人々は幸いである。時が近づいているからである。はい。これが at any moment です。二十二章の七節。はい。見よ、私はすぐに来る。 この書の予言の言葉を固く守る者は幸いである。はい、幸いっあるね。イエス様はすぐに来ると言われる。すぐにってのは1秒後にという意味じゃない。すぐにっていうのは神の時が来たら速やかにという意味です。だから、at any moment です。この予言の言葉を固く守る者はということがありました。これはどういう意味かっていうと、目視録の予言を信じ、 メシアの再臨を期待しながら地上障害を歩む人のことです。その人は幸いだと聖書は教えてるです。ですから私たちは目視録を学ぶときに他の書を学ぶ時の倍、3倍、10倍期待しましょう。すごい祝福が来るんだ。なぜか目視録はそれまでに書かれた予言を全部まとめて 終わりに何が起こるかを教えてくれてますですから祝福が大きいんですじゃあ黙示録の学びにどういう祝福が来るのか黙示録の学びには7つの祝福がついてくる7つっていうのは私が思いつくままに7つリストアップしただけで8つでも10でも20でも構わないんですあるいは3つでも構わないんです7つ思いつくままに言います 神は主権者であり人類の歴史を支配しておられるという確信が与えられる。黙示録を読んでいると。神が歴史を支配しておられる。最近ニュースを見ていると特に国際関係のニュースでね、なんでこんなことが起こるんだなんでこんなテロが起こるんだなんでこんな独裁者がいるんだとんでもない。なぜ難民がこんなに出て、なぜ人々はこんなに苦しまなきゃいけないんだ日本の歴史を振り返ってもそうです。そういう時に特に最近は 私はもうテレビの画面を決してですねもう見なかったことにしたいような衝動に駆られますよでも私にとって慰め一番ストレスの解消は何かというと一歩下がって天を見上げて神様は歴史を支配しておられるこの方は歴史の導き手であると思うことこれは大変な慰めです 2番目神は歴史を支配しているだけじゃない善が悪に勝利するように摂理の御手を持って導かれるという確信が与えられる神は歴史を支配しているだけじゃない必ず最後は摂理の御手を働かせて善が悪に勝利するように導かれる3番目 空中でイエス・キリストとお会いする景虚の時が近づいているという希望が与えられる。これはクリスチャンにとっての希望で、これがいつ起こってもおかしくないということです。大観南時代は、目視録4章から18章、そして19章にキリストの再臨ですが、その大観南時代の記事を読んでいると、教会という言葉が一回も出てこない。教会はもう地上にないんです。 ただ黙示録を学んでいる中で霊巨の時が近い私たちは空中でキリストとお会いするんだどんな顔してお会いするのかな私がよもうすごくそんな感じない横見たらねお長山さん よかったね一緒に来れたね。ああ榊さんよかったね一緒に来れたね。みんなここにいる人たちがね喜びながらキリストの三河を拝する日が来る。こういったことを考えると迫害に打ち勝つ力がなんか湧き起こってくるような感じがしない ?4 番目天においてすでに召された生徒たちと再会し イエス・スキリストととににに永遠に住むよううなるる。いう希望が与えられる私の両親はもう召されましたが2人ともからし種一粒のほどの信仰だったかもしれないけどイエス・キリストを信じましたよですから私には希望がありますね天において両親と会うことができるその時に私の両親は私に何と言うんだろうか 私はいまだにお父ちゃんお母ちゃんと言うんだろうか相手は僕を見て中川先生と言うんだろうか <laughs> 分からないけどでもねあの子供を亡くした両親にとってはねやっぱり子供に対する愛っていうのは消えないよね。で天において再び再会できるという希望を持ってるってことは。 ななんとと幸いなことでしょうかもう愛する者が天に召された時に天国は僕らの口で論じる希望の世界ではなくて現実的に地上とつながっている私のふるさとになるじゃないですか。5番目イエス・キリストにあって与えられている救いがどれほど素晴らしいものであるかを知るようになる福音の3要素ってあるでしょう。 キリストがあなたたたのの罪のためにに十字架についた死んで墓に葬られ3日目によみがえったこれを受け入れてイエス・キリストに信頼を置けば救われるたったそれだけでいいんですかたったそれだけでいいんだよ分かりました信じますよかった罪許されたそこからみんなスタートするんだよね大抵ねどんないいものでも3日いや3ヶ月 いや3年も使っててれば飽きてきますよねイエス・キリストの救いは年数が経てば経つほど輝き出ますね。目視録を学ぶとイエス・キリストにあって与えられている救いがどんなに素晴らしいものであるかということが深く理解できるようになってくる。6番目 神の言葉である聖書に対する信頼性が増す。聖書っていうのは一言一句おろそかに読んではいけない。本当に信頼できるんだという実感が与えられますね。そして、最後7番目。神はご自身の約束に忠実なお方であることを深く確信するようになる。このことを約束された。 神様のご性質の素晴らしさを深く深く確信するようになります。皆さんはどうであるか知りません。もちろん私と同じでしょうけど、まあ言いがかり上、言いがかりっていうか、行きがかり上こういう言い方になったんですけど、私に関しては、私が信じている神は、これっぽっちも、 嘘は言わない方です皆さんはどうですかそう信じますかだから黙示録に予言されていることはこれっぽっちも嘘はない全てその通りになります。それゆえお互い地上障害にあってさまざまな戦いや困難があるでしょう。イエス様はあなたのことをご存知ですよ。でもね 牧師録を学ぶ祝福というのは、個々の課題に関して、ああしなさい、こうしなさいっていう回答ではなくて、それを超越した形で圧倒的な希望が与えられるんです。それが個々の課題に立ち向かうための力になってくるということですね。今、一人一人神様に対する信頼をもう一度告白しなおそうじゃありませんか。 お祈りしましょう天の父なる神様黙示録の1回目の学びがこれで終えました次回以降本文に入ってまいりますが黙示録に向かう時の姿勢が整いました私たちの心は期待で踊っていますあなたが用意しておられる 祝福が何であるかを一つ一つ体験し味わうことができますように導いてください。特に今試練の中に置かれている兄弟姉妹に特別な天来の力を注いでください。主イエスキリストの皆によってお願いいたします。アーメン。ご一緒に祈りましょう。